はい、どうも、クマです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。今日はですね、カリベロビュートについてお話ししていきたいと思います。カリベロビュート、皆さんどうですか？取れましたか？僕はですね、優勝の、ガチャと、マイレージですね、の単発でですね、奇跡的に2本ゲットできました。はい。で、ただね、防具が、一切ない状態になりますね。はい、こんな感じで、防具は一切ない状態です。で、まあ実際使ってみて、まあ、このガチャ、カリベロビュートをゲットした方がいいのか、引いた方がいいのかみたいなね、話をできればなと思います。まあ実際にね、こう、まあちょっと戦いながらみたいな感じでね、見てもらえればと思うんですけども、まあね、やっぱり狩りでは非常に優秀でですね、まあ、こんな感じで、まだ僕はダークキングやってるんですけども、結構ね、ダメージ出るんですよね。で、周回も、やっぱり12章、あとは13章1話とかでね、されてる方が多いと思います。カリベロビュートを使って。なので、どっちかっていうと、メガモン向けとかっていうよりは、まあ、周回だとか、祠での狩りっていうところがメインの武器になるのかなっていう、印象なんですけども、まあ、使ってみてね、まあ、強いんですよ。むちゃくちゃ強いと思います。はい。強いは強いと思います。ただ、じゃ必須なのかみたいなところになった時に、まあ、必須ではないかもしれないって思ったの感じですね。正直。はい。ただ、まあ、もちろん、まあ、これに代わる武器っていうのは、まあ、メタルキングの剣だったりとか、まあ、あとはマダンテだったらね、神鳥の杖とか、もあるんですけども、まあ、メラマータもあったりとかはね、カリベルビュートしますけども、まあ、レイン武器っていうことでいくと、やっぱりメタルキングの剣はね、持ってる方、非常に多いんじゃないかなと思うんですよね。で、エビルフォークの覚醒千里眼についても、すごいダメージ出るんで、スムーズというか、倒しやすい。ただ、僕の場合は、やっぱり防具がですね、ないんですよ。防具がない。防具がないんで、まあ最大限に生かしたダメージが出せるかというと、そうではなくてですね。まあちょっとその辺がね、残念なところではあるんですけど、一応ね、防具があるのが、これですね。はい。まあ星降りのフード。パルプンテのね、やつですね。まあ、これが、まあ、デインのやつが少しあるぐらいで、そんなにね、デインのやつが揃ってるわけじゃないんですよね。ホーリーセーラーはあるね。はい。こんな感じで。すごい、だから、バーバラの防具がデインプラス8%とかね、出せるんで、あれを持ってる方とか、あとは、まあ、デインの武器がないよ、全体武器がないよっていう人は引いてもいいかもしれないです。ただ、覚醒千里眼において言えば、またもちろん大活躍はするんですけど、ドラゴンの杖とかもね、結構ダメージ出るんですよね。ドラゴンの杖とかもダメージが出るから、まあ、そう考えると、まあ楽にはなるんですけど、まあものすごく必須なのかっていうところが正直な感じですね。まあ2本あるんでね、持ってるからいいじゃないかって話になるんですけど、まあ、使ってみた感じですね。必ずしも引いた方がいいよっていう感じでは正直ないかなっていう印象です。しかももうすぐ4周年もあるんでね。ドランゴの覚醒、まあ、ドランゴ、ドランゴですね。はい、心の覚醒でドランゴになるみたいな。それによってもそれが生きる、また武器がきっと出てくる。はい。ってなると、まあ、4周年もあるので、無理にジェム突っ込んでみたいな。僕も今、ほぼほぼ無課金に近いような状態で、ゴルパスもやってないですし、本当にまあ、魔法の呪文武器が好きなんで、その時に優勝のやつがあればやるぐらいの感じで、ほぼほぼ無課金みたいな。はい。まあ、微課金になっちゃいますね。はい。な感じなので、ジェムのやっぱり温存はね、すごいしたいんですよね。なので、それを考えると、まあ、次の周年に向けて貯めてもいいんじゃないかなっていうのがね、正直な感想ですね。強いは強いです。もちろん。
もちろん、使った感じは強いんですけど、もう必須級かって言われると、まあメタキン持ってる人も多いと思うんで、そっちで十分火力出るので、ただまあ定点狩り、夜家でね、自宅で狩りますよみたいな場合は、MP の回復がやっぱりすごいしっかりするんで、その点ぐらいかなっていうところですね。あと、マダンテがどうしても欲しいとかね。そういった方は引いてもいいかなっていう気はするんですけども、まあ、メタキン持ってて、狩りも基本的に移動中にやりますよみたいな人は、まあ必須ではないのかなっていう気はしますね。踊る宝石だって、まあほとんどやったりとか、まあメタキンあれば、メタキン券あれば、会心必中でとかね、アンコールで、フォースブラストでみたいな感じでもね、倒せると思いますので、13章でね、狩りしてる人は、こういうオーロラの杖とかね、まあオーロラの杖はそうじゃないか。まあ、極炎の体験とかね、はい、ギラグレードとかね、活躍する武器はたくさんあるので、まあ、そういった意味では、まあ、運営さんの調整が素晴らしいなっていう感じもね、するんですけど、はい。っていう感じですかね。必ずしも必須級ではないという感じが使ってみた印象でございます。はい。なのでまあ、これからちょっと様子見で、まあ少しも時間経ちましたけどね、様子見でまだちょっと使うか、ジムを使ってまで引くか迷ってるっていう方はね、もしよかったら参考にしてもらえればと思います。はい。まあそんな感じで今日の動画は以上となりますので、よかったらまた次の動画も見てください。それじゃあまた。